の操作説明。こんにちは、ドクター T です。今日はこのセガサターン版スラムダンクの各ボタンについて簡単に説明しましょう。まずは A ボタン。このボタンはピボットとドリブルを切り替えるためのボタンです。ただし、すでに一度ドリブルを行ってしまっている場合はもうドリブルすることはできません。またディフェンスの時はこのボタンはノーマルディフェンスとプレスディフェンスの切り替えのボタンになります。続いて B ボタン。このボタンはパスマーカーが出ている相手にパスを送ります。なお、パスの種類は現在の状態によって自動的に決定します。またディフェンスの時にこのボタンを押すと相手のボールをカットしようとします。次に C ボタン。このボタンはシュートのためのボタンです。このボタンを押すとゴールまでの距離や操作しているキャラクターに応じて様々なシュートを打つことができます。次に XYZ の3つのボタン。このボタンをピボット中に押すとフェイク動作になります。最後に LR ボタン。このボタンはオフェンスの時にはパス相手を決定するボタン、ディフェンスの時にはパスマークをする相手を決めるボタンになっています。また特殊操作としてリバウンドの時にレバーを左右に動かすことによってスクリーンアウトができることも覚えておくと良いでしょう。それではセガサターン版スラムダンクをお楽しみください。ところがどっこい、そうは問屋が下ろさなかった。ハルコちゃんにはちゃんと好きな相手が
湘北に入ることなかったのによ。どう桜木花道、家が近かったからな。何ちゅう理由じゃあったのかね。そして両南との練習試合が桜木花道にとって初めての試合だったのよね。おい仙道、これは俺が倒す。足引っ張るんじゃねえぞ、ルカは。それはおめえの方だ。赤木、貴様には負けんぞ。よし、勝負だ、魚住。行くぞ、みんな。ああ、
せん。Oh!